OK?OK?OK?皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日一言ご覧いただきありがとうございます。この動画ではネイティブ毎日のように使っている英語表現を僕がクイズ形式で教えてます。 OK? と楽しみながら英語を勉強しましょう。 OK? じゃあ今日のお題いきましょう。今日 Q1356 Are you guys ready? 僕は今から英語表現言うので何と言っているか、そしてどういう意味か答えてください。 OK?Let me sleep on it. 何と言っていたでしょう。そしてどういう意味でしょう。3秒考えてください。OK。では答えです。答えは Let me sleep on it. OK。直訳すると、その上で寝かせてください。いいですね。例えばこうなんか暑い夏とかに友達ん家行ったら大きいこんにゃくがあった。Let me sleep on it. ちょっとか寝たいですね、その上でね。OK? なので、そういう時にも使いますね。ただ、あまり使う機会はないと思います。OK? ただ、まあ、そういう場合に使えるので覚えておいてください。OK? で、もう一つの使い方が、こっちをよく使うんですけど、一晩考えてください。という意味で使います。sleep on it。この、相手からの質問とか、悩みとかですね、について、こうアドバイス、質問されたり悩みをこう打ち明けられて、どう思いますか決めてくださいとか言われたときに、 OK, let me sleep on it. その上でちょっと一晩寝かせさせてくれるみたいな感じかな。 OK? で、まあ、その上で寝かせて、なんでこう枕の下にその質問とかを入れておいて、一晩その上で寝て考えますという感じですね。 OK? なので一晩考えさせてくださいというときに使いましょう。 OK? OK? そして、発音いきましょう。リアル発音記号で言うと Let止めます。Let me. で、me も日本語だとこう、棒をつけちゃうんですけど、棒いらないですよ。me でいいです。Let me. Let me. で、止めちゃいます。で、僕らってこの棒、日本語で棒を書くときってほぼ棒ないですね。音を逆に止めてることが多いです。Let me. Let me. じゃなくて、Let me. Let me. で、止めちゃいます。じゃあそこだけ行きましょう。Let me. Let me. Let me.Very good. Okay. 全然聞こえないんですけども、できてるんじゃないかなと感じてしまいますね。この皆さんの感じ。Okay? Alright. じゃあ、次行きましょう。Sleep on it. Sleep. Sleep on it. これ、あです。おじゃないです。おを見ると、日本人の皆さんはですね、こう口がおの形になっちゃうんですよ。Okay?で、ご一緒のシモン先生っていう先生がいつも言ってるんですけど、なのでその王の呪いをですね、しっかりこう解くためにも、意識的にこう、あで発音しましょう。sleeper。開くんですけど、おじゃないですね。あです。sleeper ね。でも、つなげちゃいましょう。めんどくさいんで。あね。で、t 止めちゃいます。sleeper ねだけ行きましょう。sleeper ね。sleeper 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 ね。いいですね。この結構止めるの多いんですよ、英語の発音って。この T とか D をそこでちゃんとこう止める感じでこう体を使っておくと、その止めてる感じが体に伝わって、口に伝わってしっかり止められるようになるので、しっかりこのこういう止める感じをですね、体でもしっかり覚えておきましょう。 OK? じゃあつなげていきましょう。 Let me sleep on it. Let me sleep on it. Let me sleep on itLet me sleep on it. OK, very good. いいですね。発音できてるかどうか分かんないですけども、一緒にやっていただいた方はもう心から thumbs up. OK? なので、発音もやればやるだけ慣れてくるんで、どんどんやっていってください。OK? So, なんて言おうとしたんだっけな。なんかあったんですけどね。すっごい大事なことが。I can't remember. Okay, anyway, まあ思い出したらまた今度どっかの、なんだっけ、この見てるやつ、動画で言うので、適当にいろいろ見て探してください。Okay, so thank you very much, and I'll see you in my next video lesson. Okay, take care, guys. Bye!